メンズパーマの需要がどんどん増えてきてて、オーダーが本当に今まで見たことないぐらい全店舗でそれぞれ多発しますし、それこそじわじわと自然にこういろんな美容師さんのメンズパーマっていう言葉とかいろんなものがあって、こうすごく大きくなってきたなっていうのは、まあ、実際感じますね。ただまあ新しい技術とかが流行ってどっかのコンテンツの方々が勝つと、なぜかめちゃくちゃ金持ってる自慢するなと思ってて、ですけど何様だよ本当にお客様は新しい文化に触れてるんですよ。今お客様は新しい自分に出会える可能性が無限に詰まってるんですよ。うわ、これで人生変えられるんだって思うわけじゃないですか。で、どんな人なんだろうと思ってどんどん検索したら、めちゃめちゃ金使うやんってなったら意味ないと思うんですよ。次の記事ですね。最新美容トレンドについてのトピックです。ビュートピアさんからの記事になります。ホットペッパービューティーアカデミーから毎年発表している美容室の利用者実態、利用者調査、美容センサス上期、特にメンズ美容の急成長が感じ取れた2023年、男性の客単価過去最高値を更新、はい、その中でも注目のメニューは3年連続で利用率が上昇しているパーマでした。はい、男性美容室の市場規模は3323億円と推計していまして、今後の成長がますます期待されるマーケットですね、という記事が嬉しいですね。からですね、はい、これに関してはもうまずは米谷さんですかね。はい、まあ、メンズサロンの、まあ、僕らはやっぱり領域がずっとメンズなので、はい、本当にこうメンズパーマの需要がどんどん増えてきてて、でまあ実際にこうお客様もすごくこうやっぱりオーダーが本当に今まで見たことないぐらいこう CP がずっと続く予約帳っていうのはすごくこう全店舗でそれぞれ多発しますし、それこそエイチさんが仲良いフィフスさんとかもそうなんですけど、すごくこういろんな方が世の中でこうメンズパーマっていうものを発信しているおかげで、まあどん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 こうメンズのやるべきことというか、やるべきこと、このやれることが男の子の、そのそれぞれ男の子でも男性でも大人の男性でもそうですけど、こう自分たちがどん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 新しい自分に変わっていけるっていうきっかけになっていったのは本当にありがたいなと思ってますし、まあなんかあんまりこうメンズなんでメンズの僕らがやってやったぜみたいな感じはあんまなくて、なんかこうじわじわと自然にこういろんな美容師さんのメンズパーマっていう言葉とか、そのパーマの商材とか、あとはまあ社会的な風潮もいろんなものがあって、こうすごく大きくなってきたなっていうのは、まあ実際感じるますね。ただまああれですけどね、なんかせっかくなんかこう業界の皆さんが見てるコンテンツなので、まあ逆になんかメンズパーマとか、まあなんか何でもそうですけど、新しい技術とかが流行ってどっかのコンテンツの方々が勝つと、大体こういうパーマとかやったらなんかお客様が、まあ、パーマしてちょっとこう自分が変わって、でそこにドラマがあるじゃないですか。すごいドラマがあってその子の人生がこう大きく変わったかもしれないみたいなところが、一番新たなメニューができた時の美容界の本当の価値だと思うんですけど、なぜかめちゃくちゃ金持ってる自慢するなと思ってて、こういうなんか何か流行った時に新しい技術ができたとかでめっちゃ勝った時にめちゃ金持ってるアピールするんですよ、どいつもこいつも。めっちゃもうこれ僕断言し言わせてもらうんですけど、もう本当に正直に言うんですけど、そのなんかそうやって新しい文化作って分かるんですよ。でも言うべきはそれで救われた美容師さんもいるし、助かった美容師さんもいるし、救われたお客様もいるし、助かったお客さんもいるし、逆にもっと強くなったお客さんもいるし、もっと幸せになった美容師さんもいるじゃないですか。それをその人たちがキーマンとなってバンバン発信していけばいいのに、なぜか自分の生活が豊かになったスタンスが途中からめっちゃ多くなるんですよ。おー、そうなの。これもう本当に多分これ結構これね見てる方もいるんですけど、何様だよ本当に。そのなんかこういう新しいメニューができて客単価が上がったからお前の生活が上がったみたいなスタンスで来るんですよ。でそれ発信したい、いいとこ行く、いいもん食べてる、いいもんって分かるけど見せんなよダリーナみたいな、今やっと俺たちはメンズパーマ来てんだよみたいな、ショートでもストレートでも何でも一緒じゃないですか。今お客様は新しい文化に触れてるんですよ。そうですね、今お客様は新しい自分に出会える可能性が無限に詰まってるんですよ。 それこそ黒木さんとかの投稿でもそうですけど、本当にクセ毛の子がストレートになって人生変わってるじゃないですか。あれを見てる子たちって多分今後うわこれで人生変えられるんだって思うわけじゃないですか。でどんな人なんだろうと思ってどんどん検索したら、めちゃめちゃ金使うやんってなったら意味ないと思うんですよ。意味ないじゃないですか。なそれやりたくてやったんすかみたいな、もったいないと思うんですよ。なんか僕がそう思うのはこれメンズパーマとかって今本当に多くの人が新しい自分に出会えるチャンスなんですよ。だから広まってくれれば、うちのメンズパーマの売り上げがどうとかじゃなくて、お客様も美容師も今まで売り上げまんま出せなかった人がメンズパーマを使ったら
ちょっと売り上げ上がるようになった、だから人生変わった、お客様も幸せになった、いいこといっぱいあるじゃないですか、うん、それそのままどんどんこの新しい技術が転換されるたびに言えばいいのに、自分の生活がいってる場合じゃないからみたいなそれをでもなんかそれも含めてのなんかブランディングなのかと思ってた、あれなんかいや本当に多分そうなんですよ、そのご自分たちのブランディングとかあると思うんですけど、なんか僕それ見たらそれに憧れて入ってくる子が増えてて、まあ、それはそれでいいですし、なんかこういうのね、こういうの書くと、ね、言うと、うん、まあね、それこそ本当にそういうライフスタイルで生きてる方とかそれをこう一個のブランディングとか夢を見せるって思ってやってるの分かるんですよ、長期で見ろやって思ってそれ見て入ってくる高校生いるからみたいな、分かります、それ見て入ってくる高校生とかいるじゃないですか、確かに確かに、無限に、確かに、でパーマで人生変わって、うん、俺もこういう子を変えたいとか、うん、俺も癖で悩んでたって子が業界入ってきて、うん、いざ見たと思った背中は、うん、めっちゃぶち上がってるみたいな感じになっちゃったら、うん、なんかやっぱもったいないと思うんですよ、 それってけどその人ってそういうつもりでやってないと思うんですよ、本当に技術が大好きで、うん、いっぱい頑張ったからお金も手に入って自分もそうなっただけじゃないですか、その見せ方とか伝え方をこうしくじってしまうと、うん、なんかすごく長期でもったいないなと思うので、うん、なんかこういうメンズパーマでもなんでもいや、ゴールドの人割とそれやってない、うちはね、いやうち金持ってるアピールとかめちゃくちゃ僕が嫌ってるんで、そうなんだ、そっかそっか、それはもう留吉とか金持ってるイメージあるけどね、留吉氏あれなんですよ、ただ金キャキなだけ、あ、そっかそっか、生活に攻められて金持ってるんじゃなくて、多分目立ってる顔、顔っすね、見た目のイメージか、はい、それしっけしっけ、それしっけ、でも逆にお金ってあんま使わないの、使わないっす、はい、今日も確かにタンクトップも安そうだ、これ340円ですもん確かに、はい、ブランドもねなさそうだよ、このデニムもだって2990円でしょ、そうなんだ、使わない、僕は逆にそのあるものを全部使うからなくなるタイプなんだけどね、はいはいはい、確かにね、なんか割と大体ないです、まあ、クラークさんとか結構、まあ、税を肥やしてるイメージもそんなにないけど、まあ人にね、なんか投資してるイメージがあるけど、今はもう割と金は使ってるイメージあるよね、はい、もう全部お世話になった人に渡していく感じです。なるほどね。なんかそういうのって僕めっちゃ素敵だと思うんですよ。それこそなんかの皆さんで一緒にお酒飲む会みたいなのがあるじゃないですか。で、あるとかもめっちゃ良くて、なんかそれをこう新たな世代とか、まあ、僕とかこういう目を見てる人間たちがその見せ方を一個転換することがすごく大事だと思うんですよ。それがなんかこの新たなこのメニューが増えてって、こうメンズパーマ、これなんかちょっと議題ってちょっとずれてるかもしれないですけど、メンズパーマとか新しいものが増えてた時にやっぱり恩恵って僕らにも入ってくるじゃないですか、お金として。その時にそれのこう世の中に伝えるやり方の一つをちゃんとこだわってやればいいだけだと思うんですよね。多分僕が今頭に浮かべてる人たちってほぼ出会ったことある人たちなんですけど、みんな直接会ったらめっちゃ素敵なんですよ、超かっこいいしみたいな、で本当に尊敬してるしみたいな、でもその面で見るとそう見えてしまうっていうのは、ただ一個そういうのをこう変えていけばいいだけなのかなって言ってるんですけど、まあ逆に僕もそう思われてそうですよねなんでそう言うんだろうみたいな感じでありそうですけど、まあでもそういう感じだと思います ね、 あね、うん、お金どんちゃんやってはる美容の経営者さん、みんなもう背中の汗吐いてますよね、これ見ながらでも割とあるあるっすよね、なんかもうほぼみんなやってるイメージありますけどね、うん、美容室のオーナーってそういうもんだって僕思ってますけど ね、 ねそうそう、ゴルフやってね、うん、いいご飯食べて、うん、海外行ってみたいなイメージありますよね、うん、でも全然いいっすけどね、その人たちの幸せになる分にはいいっすけど、うん、それってなんでお客さんが見るコンテンツでやるんですか？僕自分のプライベートとかも全然あげないですけど、そのなんでお客様は自分で、多分僕らがそのお金持った人からした5万円とお店で払う5万円の価値って重みが違うと思ってて、その5万円をこういっぱいいろんなことを我慢して美容室に払った5万円で、いろんな思いがあって払ってる5万円を払った人が見てるじゃないですか。確かに確かに、で本当に気持ちいいって思うんですよ。確かに、これってなんか冷静になったら100人いたら50人ぐらいもしかしたら、最高だよね米田さんのそのお金の使い方になるかもしれないですけど、もう50人も別にあるじゃないですか。だったらなんかその見せる場とか、その何ですか、例えばセミナーではそう見せるとか、なんかそういうのって別に徹底しても僕はいいかなと思ってて、まあなんかやってる人が間違ってるわけではないと思いますし、ただ僕は結構そう思ってる派ですかね。はい、なるほど。確かにね、だから10年後もそのテンションでいってほしいなと思うね。あ、絶対いるっすね。なんかその、うん、桁が変わったお金みたいに、おいって全然意外と使ってるやんみたいな、急にいいタンクトップになっちゃってね。キンキラキンのタンクトップ本当になんか自分で、まあ、あんまりあれですけど、まあ、もちろんそれなりにちゃんとお金もいただいてますし、でもならないっすね。だからまあこれなんか逆に証拠として残したやつは10年後も絶対ならないですよ。で同じことです、はい、絶対いいですね。曲がったグッド、絶対そっちの方がいいと思ってるんで、この業界の未来のために。
確かにね、あのなんかこう、冴えないメンズがすごい劇的に変わるみたいな、うん、ね、PR で集客してる人いっぱいいるじゃないですか、うんうん、確かああいう人たちどう思うんだろうね、確かにね、うん、いやいや、それ嫌ですよね、でもまあ、ね、許可取ってるとは言えねテレビ番組多いですよ ねあえて、まあでもあえてやってる感じありますけど ね、うん、あと結構なんかね、その1000万いきましたみたいなやつとかもそうですけど、うんうん、あやべえわ、あれクソ記念まで。ちょっとそれ聞いていいですか、それ売上アピールですね、売上アピールかもしれない、一番決め本当に一番気持ち悪い、もう一回切り抜き用にもう一回言ってきますね、売上アピールしてるやつが一番気持ち悪いですだって、いやなんかそいや分かるんですよ、いいんですけど、その、うん、アピールをするのは美容師がいる時だけでいいじゃないですか、うん、その社内とか、あと、うん、例えばこの美容師4人で集まって話そうとか、うん、ヘアキャンプみたいな、みんなが見るアカウントとかだったらいいんですけど、例えばヘアキャンプ1個でこう自分たちが載せる時も何百万売り上げっていうのをヘアキャンプでじゃあタイトルになりましたって言ったら、それをお客様が見えるコンテンツで発信したら悲しくないって思うんですよ、うん、僕はこう本当にそう思っちゃうんですよ、本当に僕が多分純粋に僕はそうだと思うんですよ、そのこれは僕の主観かもしれないけど、その何百万売り上げたとか、そこが本当に一番フロントに立ってくるような業界だったら、そもそもこんな長く続いてないし、多分お客様はもっと離れてってるし、地元の美容室も潰れると思うんですよ、そうじゃなくて売り上げとか髪を切るだけじゃないものがこの業界にはあると思うんですよ、この業界には髪を切るを超えたコミュニケーションが存在してて、お客様との人生がそこに結合してるんですよ、これを語っていけばいいだけだと思ってるんですよ、もちろんね、その美容師さんと一緒にいる時とか内部とかは全然お前何百万売り上げてすごいな、全然いいと思うんですよ、でも何百万売り上げてるから月収はこれぐらいだぞみたいなのって、だから何って感じなんですよ、それ見てお客様はどんな気持ちになるのかお金問題結構あれですね、で嫌いな、これはまあまあまあ、あのいや多分飲み会とかだったらめっちゃ好きです、それこそ黒木さんとかもそうですし、飲み会とかでちゃんとマネタイズの話をするのとか大好きですけど、これ見てるのには1年目の子も見てるじゃないですか、絶対僕はそういうとこは絶対に、これがお金とかをとか知名度とか経験を得た人間の責務だと思うんですよ、自分の発言や自分が立つ場で言う一言がものすごい人の人生を変えてしまう可能性があると、うん、これを見て美容師の人もいるんで、僕がでもすげえ思うのは、その美容師さんで稼げない人が、まあ、圧倒的に多いから、はいはい、平均的に300万ぐらいしかないってことでしょ、はいはいはい、だからじゃあみんなは稼いでんだったらこんぐらい俺あるよ、じゃあ1年生はこれぐらいに来てね、2年になったらこう来てねっていうのを見せてあげるのもいいんじゃないかと思うけど、全然いいんですけど、僕は割とどっちかっていうと、そのスタッフにはお金を使ってこいっていうタイプで、お前給料高額取ってんねんから必ず使え、下の子連れて飯行け、いいものを買えってやっぱ言うのよね、でうちのお客さんのお店全部片っ端からめっちゃ素敵っすよ、それめっちゃ素敵で、今その言語にしたことを一緒に載せればいいじゃんって思っちゃうんですよ、僕が自分がお金を表現するのはこの世代にこういうことを見せたいから、だからこういうお金の姿をしてるとか、うん、後輩がお金をこういうふうに載せてる、時計を載せてるのはこういう歴史があったからお金を同時に並行してるっていう、それだけでいやらしさって聞けるじゃないですか、うん、ドラマになってストーリーになるんですよ、うん、でもついついテンション上がっちゃうので先にそっち出ちゃうじゃないですかウェーイみたいなウェーイ買ったぜいいのあるぜみたいな、でもちょっと落ち着いて、その今黒木さんがおっしゃったようなドラマをそこに付属させるだけでお金の見え方って違うし、あこうやって稼いでいけばいいんだ、こうやって夢を持っていけばいいんだってなれると思うんですよ、だからなんか、うん、お金を言うことを僕は間違ってるとは思ってないし、どんどん億万長者になるのも正しいと思ってますし、それが会社を売却しても上場しても何でもそうですけど、お金を得ることは全く恥ずかしいことじゃないと思うんですよ、ただ得てる時のその得てる過程とかところに対して常にこのドラマを一緒にセットして展開してあげないと、うん、そういうふうに見えてしまうと思うんですよ。